ロシアを訪問中の北朝鮮の金正恩総書記が乗った特別列車が極東の中心都市ウラジオストクに到着しました。特別列車は今朝ウラジオストク郊外の駅に到着しました。駅前は厳戒態勢が敷かれ、一般客を乗せた電車は停止。金総書記を乗せた車列を走らせるため一部の道路が閉鎖され大渋滞が起きました。一方、午前11時ごろ空港に北朝鮮の飛行機が着陸、待機しています。金総書記はこの後ロシアのショイグ国防相と太平洋艦隊の演習を視察するとみられています。金総書記は昨日極東ハバロフスク地方でロシア軍の最新鋭戦闘機などの製造工場を視察しました。金総書記はパイロットらの話に耳を傾けた後戦闘機のデモ飛行を見学しました。